はい、アポロです。今日はですね、3年後の自分をイメージするという話なんですけど まあその自分がですね、やっている行動が正しいのかどうかを判断するときに使う、方法というか、になるんですけど、なんかこう、なんですかね、そういう取るべき行動の見極めってすごく難しいと思うんですよ。よくあるのが、例えばブログとか書いててね、3ヶ月頑張ったけど結果が出ないからやめちゃいましたみたいな人っていると思うんですけど、それってやっぱ目先の、結果しか見てないんですよね。例えば時間軸があって、ここが今ですよね。じゃここは例えば5年後とするじゃないですか。で、ここで例えば3ヶ月とか、ちょこちょこっと頑張って、ここは0円、0円とか、稼げませんでしたってなって、やめちゃうんですけど、例えば、これをずっと続けてたら、5年後には例えば100万とか稼げてる可能性があったかもしれないんですよ。だから、ここの、なんていうんですかね、点で考えると、全然ダメじゃんってなるんですけど、このトータルで考えると、うまくいってるわけですよね。わかります？この短期的視点で見ると、この段階では確かにうまくいってないけども、そのまま続けてたらどん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 こう良くなっていって、5年後には100万とかね、仮に稼げてるとしたらうまくいってるわけじゃないですか。だからこの短期的視点でこの点だけで見ると、それが正しいのか正しくないのかっていうのがわからないわけですね。だってもしこれで、例えば5年後からね、逆算して見てみると、この0円の稼げてなかった時代って失敗なのかっていうと失敗ではないじゃないですか。あくまでも成功にたどり着くためのプロセスだから、決して、その成果は出てないかもしれないけども、失敗ではないんですよね。でも、ここしか見てないと、結果出ないやって言ってやめちゃうんですよ。そうするともったいないわけですね。将来的にすごく大きなリターンが得られるかもしれなかった投資を1個捨てるみたいなものだから、もったいないわけですよ。だから、なんていうんですかね、ここの短期的視点だけで判断してしまうと、その辺の見極めを誤ってしまうわけですよ。自分は何をすべきなのかみたいなね、ことがあって、さっきも言いましたけど、成果うまくいかないっていうのは、失敗じゃないんですよね。これで諦めたら失敗になりますよ。諦めたら失敗になるけど、うまくいかないのは別に失敗じゃないんですよ。その後に結果が出れば、これってただのプロセスが変わるじゃないですか。だから、ポイントで考えたら、点で考えると成果が出てないっていうだけであって、その後も必ずしもうまくいかないとは限らないから、そういうような考え方をすると、あんまり、正しい判断ができなくなるわけですよね。で、この3年後をイメージするってどういうことかっていうと、例えば、今、ブログとかね、YouTube とか、そういうもので情報発信する人が増えてるじゃないですか。それはやっぱり目的としては、お金を稼ぐっていうね、収入のキャッシュポイントを増やして、副業としてやってるっていう人が多いと思うんですけど、例えば本業があって、副業がありますよね。すごくきつい話になるんですけど、副業が YouTube とかブログですよ。で、本業は例えば自分の会社とかね、そういう仕事ですけど、ほとんどの人はね、やっぱこっちを優先しちゃうんですよね。当たり前ですけど、目先のお金がね、やっぱ必要だから、本業を優先してしまうわけですよ。で、副業はおまけみたいな感じで、時間があればやるし、時間がでなかったらやらないみたいな感じで、後回しで、そのままフェードアウトして挫折みたいな感じになっちゃうんですけど、これってやっぱりね、この目先のお金というか短期的視点でしか見えてないわけですよ。わかります？確かに目先のお金だけを見るんだったら、すぐにね、大きなお金が入ってくる本業を優先した方がいいように思えるじゃないですか。でも、例えば、これ3年後と書いてますけど、例えば5年後でもいいですよ。を見たときに、こっちだけを優先してやってる場合に、5年後の自分がどうなってるかってことですよね。おそらくサラリーマンの人であれば、給料はほとんど上がってない、もしくは下がってる。最悪の場合だと、もうその仕事をやってないっていう可能性もあるわけですよね。だから、目先の、なんていうんですかね、
まあ損得とかそういうものだけで判断すると当然こっちを優先した方がいいなって分かるんですけど、長期的視点で考えた時にどっちをねこう力入れてやった方がいいんだろうっていうのを考えたら僕はこっちだと思うんですよ。こっちはやり方次第では人生が劇的に変わる可能性がありますよね。うまくいって自分で稼げるようになったら会社も辞めて自分で独立して会社を始めてみたらできるじゃないですか。でもこっちは多分頑張っても良くて現状維持みたいなね、悪かったら今より悪くなってるし、もう最悪の場合は収入がなくなってる、会社がクビになったり会社が潰れたりとかってねなってるわけだから、長期的視点で見るとまああんまり良くない可能性がある。特に今終身雇用がね、大企業でも終身雇用が崩壊してるってことは必ずどっかのタイミングで放り出される瞬間が来るわけですよ。それがもうね、50代とかもう本当に再就職先のないような年齢で放り出されたらもう生きていけないんですよね。だったらもう今のうちからこっちに力入れて自分で稼げる力を見つけた方がいいんですけど、やっぱりみんなこうブログとかそういうものよりも本業が忙しい本業が忙しいって言ってこれを後回しにしちゃうんです。で、まあ何でしたっけ、時間管理マトリックス7つの習慣もありますよね。こう1,2,3,4 だってこれが緊急かつ重要で、緊急ではないが重要、緊急だが重要ではない、緊急でも重要でもない。ここは要するにスマホとかね、まあそのテレビとか娯楽です、どうでもいい、もう何の生産性もない時間、ここはなんかこうね会社からメールが入ったりとかなんかそういうようなことです。ここはまあ急な来客とかトラブル対応とかなんですけど、その本業を優先するというのは、まあ、要するにここですよね。ここばっかりやってるとどん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 その毎日ね、時間が奪われていくわけですよ。でここの一番やらないといけないことをやろうと思ってるけども、翌日になったらまた別のトラブルとかが発生してこっちに時間を奪われてしまうみたいな。で翌日またやろうと思って、その結局翌日もこっちに時間を取られてできないっていう、でひたすら後回しを繰り返して気がついたら何も変わってなかったっていう状態になるので、この、3年後5年後のね自分をイメージしてどういう風になってんだろうっていう風に考えると、その辺の判断を見誤らないというか、やっぱり将来的にね大きなリターンが得られるものをやっていれば、まあそういうね、3年後5年後うまくいってるわけですよ。だから基本的にこの辺っていうのは種まきをやってるわけです。みんな種をまいてる段階で帰っちゃうんですよね、で花が開くまで、ね、時間がかかるんですね。で種まきをして将来、種まきって将来的にリターンが得られるものに対して投資するってことですね。でブログなんかもうまく育てれば一つの大きなキャッシュポイントになるじゃないですか。何もしなくても月5万とか10万稼げるようなキャッシュポイントになるわけだから、上手に種まいて育てていれば3年後5年後にはね不労所得が入ってくる。で例えば僕のやってるコンテンツビジネスなんかも、コンテンツって基本的にね、何個作ろうが、まあコストはかかんないわけですよ。100個作ろうが1000個作ろうがね。もちろん多少はコストかかりますけど、基本的に原価はゼロ。だったら、コンテンツ100個作って、納品して、仮に1個ね、1000円、まあ500円の売り上げ、500円の売り上げにしたら、もし100個作ったら5万円じゃないですか。しかも完全不労所得ですよ。納品するだけだから。あとは全部ね、そのプラットフォームが売ってくれるんで、自分は何もしなくてもいいと。で、仮にじゃあ1年間に、じゃあ例えば30個ですよね。自分がコンテンツ作れるとしたら、このまま1年間で30個のペースで、コンテンツを作り続けたら、3年後ね、じゃあ多分90個になってるじゃないですか。ああ、3年後90個か。で、1個500円。仮にね、仮に月1個500円で、最低稼ぐとしたら90個あったらいくらですか？ 45,000円。あ、このままいけば最低でも何もしなくても3年後の、ね、には不労所得が最低 45,000円入るわみたいなのが読めるわけですよね。まあ実際は500円しか売れないってことはないって、もっとでかいから多分これの10倍ぐらいは増えるんですね。45万とかになるんですけど、だからこのまま今のねコンテンツ作りを続けていけば3年後にはね不労所得が50万ぐらい入ってくるわみたいな、作るだけで。だからそうすると、あ、今のこのね行動を続ければいいんやだって分かるんですけど、例えばこう1年間ブログをやってきて全然ね結果が出ないと、
でこのままブログを書き続けて3年後にどうなってるかっていうと、ひょっとしたら今と大してアクセス数も変わってないし稼げてないかもしれないなみたいななるわけじゃないですか。じゃあその軸足をブログじゃなくてコンテンツ作りの方に移すとかね、そういうのでどれをやっていけばその3年後にね自分はどうなっているのかっていうのを見極めれるようになるんで、まあ間違った判断をしにくくなる。ただやっぱりこうあんまりその検証期間が短いと先が読めないんですね、だからそのさっきブログ1年やってからって言いましたけど、ブログ1ヶ月やって結果が出ないからって、あこのね続けてても3年後ブログ結果出ないわって言われても、1ヶ月じゃ本当にそれがうまくいってるかどうかって検証期間が短すぎて分かんないじゃないですか。1年とか2年やって、あ大体こんな感じだったらこれぐらいの結果が出るんだなっていうのは分かった上で、じゃあこのまま続けてたらどうなんだろうっていうのが、まあ、判断できるわけですけど、1ヶ月とかね例えば3ヶ月とかそういう短い期間で結果が出なかったからといって、それでこのままやっててもうまくいかないよって判断するのはちょっと検証期間が短すぎるから、それはそれでまたね判断を間違える可能性があるので、しっかりとある程度一定期間やってから、でこのペースでこの調子で同じやり方でやってたら3年後よねとか5年後どうなってるんだろうっていうのを考えるわけですね。あじゃあやり方変えないといけないなとかってのは分かるわけですよ。なのでまあそういった感じでこう今やるべきことは何なのか、そして今取ってる行動が果たして正しい選択なのかっていうのをまあ判断するときにこのね3年後の自分をイメージするっていうのはすごく役に立つと思うので、まあ、ぜひ参考にしていただきたいと思います。では今日は以上です。最後に見ていただきありがとうございます。